最近、中国各地で、子ども病院では多くの人々が、点滴を受けるために、長蛇の列を作るという情報が、ネット上で出回っています。大紀元の報道によると、北京の子ども病院では最近、受診する子どもが非常に多く、ほとんどが小中学生で、数百人が一斉に点滴を受けることがよくあり、一部の学校ではクラスごとに、10人以上の生徒が発熱していたといいます。中国メディア、北京晩報の報道によると、9月1日から学校が始まって以来、多くの子どもが発熱したという現象が発生しているといいます。保護者の周さんによると、子どもが最初に咳や発熱をし、薬を飲んでも効果がなく、その後高熱が発生しました。最終的に病院で重症肺炎と診断され、入院が必要であることが確認されました。北京だけではなく、中国の SNS では、各地のネットユーザーが、地元の子ども病院が混雑している、と暴露しています。ある天津のネットユーザーは、天津の子どもたちはみんな、咳をしている。子ども病院は非常に混雑している、と暴露しました。ある上海のネットユーザーは、子どもが3週間も咳をしており、子ども病院に連れて行ったが、到着した瞬間、逃げ出したいと思った。泣いている子ども、嘔吐している子ども、咳をしている子ども、発熱している子どもばかりで、呼吸器か、点滴を受ける場所は、人でいっぱいだと暴露しました。これに対して、公式にはマイコプラズマ肺炎だと説明されているが、民間では新型コロナの感染再拡大と懸念しています。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.